パッチワークキルト和服組縫い作家比企陽子の結びのひととき。今月と来月は過去の放送分からご紹介する特別編をご覧いただきます。この番組はご覧の提供でお送りします。比企病院に平成6年から併設された透析センター。これまでの27年間に1500人を超える患者様にご利用いただきました。宇都宮駅前比企クリニック。高齢者向けマンションの運営管理を通して介護をサポートし、明るく快適で安心した毎日をお届けします。地域の福祉をネットするシロアム。シルバーマンションリベカは24時間緊急通報システム、全室バリアフリーなど宇都宮中心街で充実した医療・介護サービスを提供いたします。2018年から放送してきた結びのひととき。今回は2018年3月1日の放送をご覧ください。結びのひととき。この番組は栃木県にゆかりのある芸術家アーティストの方々を紹介する番組です。陽子先生、今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今回5回目で、まあ、本放送が3月ということで、はい、今日後ろにもね、ひな人形が、ね、飾ってあったりというのとですね、で後ろにこの先生の大きな作品、これ代表作ですよね、こちらも飾ってあります。というのもですね、まあ、今まで、ゲストの方には陶芸家の浜田先生、画家の松原先生と来ていただいたんですけれども、今回特別編ということで、いつも一緒に番組を進行しております、パッチワークキルト作家の比企陽子先生のお話をたっぷりと聞いていこうかなと思っておりますので、よろしくお願いします。さあ、もうこれね、15分でどこまで収まるかっていうところもね、はい、あるんですけども、まあ、聞き手が僕だけだとちょっと寂しいかなと思いまして、この方もお呼びしているんですよ。どうぞお入りください。はい、こんにちは。どうもこんにちは。お久しぶりでございます。ようこそお越しくださいました。よろしくお願いいたします。 CRT 栃木放送でもパーソナリティをしております臼井よしこさんです。よろしくお願いします。ようこ先生と臼井さんとはどういうご関係なんですか。もうまだ昨年からのお付き合いなんですけれども、私 の、 栃木放送のラジオの番組に、ぜひお願いしたいということでお声をかけましたら、心よくご出演いただきまして、1時間たっぷりお話を伺うことができました。羨ましい、1時間も、でもどうしてぜひというふうに思ったかというと、これでございます。そして、これでございます。祈りの千羽鶴のお話を、先生のお人柄、まあ、先生の歴史って言っては何ですか、そういうこととともに伺いたいということで、そしてご出演いただいたのと、それからこの5本の出版記念パーティーの司会もさせていただきました。光栄でした。この出版の時のパーティーもされて、その時の司会が、もう盛大な素晴らしいパーティーでした。お世話になりましたね。こちらこそ、僕まだ知り合ってなかったんで呼ばれてなかったんですけどもね。そうでしたね。この辺りでね、ちょっと僕もお伺いしたいんですけれども、まあ、先生が作家デビューをされたきっかけがこの作品ということでよろしいんですか。ですね、もう一つがありますんですけども、これを入れての作家賞でございましてね、最初のを見てくださったのがもう一つの作品なんですけども、引き続き千羽鶴を見てくださって、これ2つのまた賞だっていう形になったようでしたね。じゃあこれの前にもう一つ作品があって、その後にこの大作が出来上がって、それをね、見てくださった時に、両方が賞だっていうことで、賞を取られたと。これが美の視点で賞を取りになって、評論家推薦作家大賞というのを受賞なさって、まあ、それまでももういろいろお作りになってましたけれども、これをきっかけにも作家ということでね、世の皆さんに活躍ぶりを
ということになったわけです。はい、素晴らしいですね。もともとねこうチクチク縫うことがお好きでね、はいはい、もう3歳4歳の頃から沖縄のご出身ですけれども、はい、やってらしたと、でもそういうことでお仕事というよりはご趣味だったんですけども、まあ大きなものをパッチワークをお作りになるっていうきっかけがね、はい、結婚なさってからあったんですよね。そうなんですね。まあ、僕は人捨てにといいますか、うん、略歴を見てでしか、うん、存じ上げてないんですけども、うん、相当その本業のもともとお仕事の方もお忙しかったということもお伺いしてるんですが、はい、そんな中でやっぱりこういうものもやっぱり大事にしていこうっていう、はい、それどういうところが、最初はね、はい、千羽鶴作る前は、まあ、大きさで言えば1メーターに30かける2、30の作品だけは常にね楽しみながら作っておりました。まあ、趣味として、はい、はい、もう仕事終わった後、ところが 3.11 の地震がありましてね、 あの後からやはりちょっと手を合わせたいと、で祈ろうと、あのちらに行かれた天に行かれた方たちね、そのためにその千羽鶴を、はい、あの一針が一針縫いながら、そうですね、やっぱり4年はかかりましたね。これを材料集めから、ね、仕立てるまで、まあ、仕事の終わってからの合間でしたから、まあ、そうですよね、専念するわけにいかないですもんね。はい、そうですね、まあ古着ですから、はい、それをほどいて洗濯してアイロンかけて、その部分を切り落とすは切るわけですね、鶴の部分を、鶴の部分を、はい、はい、それをまあだいたい5、600枚ぐらいあるんじゃないでしょうか。中から選んで、やっぱりね大きいとね、はい、入らないんですよね、うん、収まらないの、鶴自体が大きすぎると3メーターまでには収まらないので、あ、子供の着物が一番、柄が小さいですからね、鶴の方、はい、それを集めながらでしたからね、はい、やっぱり材料集めも大変でした ねでもチクチク本当にお疲れな夜だけれどもやってらして、それこそ一針一針祈りを込めてっていうような感じでいらしたんですよね。はいはい、そうでしたね。 3.11 がなければ、まあ私は21年生まれ、戦争の次の年に生まれております、終わった次の年に生まれているんですけども、はい、その頃のもう何十年前ですから全然こう思い出さない。しかし 3.11 から沖縄の戦争のね、終わった後の皆さんの悲しい、ね、いろんな方たち、父親がいなくなったり、はい、そういう家庭をいっぱい、ありましたね、それをこう思い出されて、それでなんだかいろんなところをね、広島とか、そういったものを、ですから4年って言っても私にはまああっという間に4年だったですね。まあ、でもその500枚ぐらいあるいろいろなこう記事の中からこの鶴たちを選んでいく、まあ、先ほどねその大きさがちょうど合うものっていうのもありましたけど、それ以外にこう何かこう選ばれる時のこだわりとか、そういう目線っていうのはあるんですか。やっぱりね、世界にこう、まあまあ、私も単純かもしれないけども、やっぱり広く世界に飛ばしてあげたいっていう気持ちがありましてね、ですから2800×2800 の中に、はい、角度にこう飛ばすんです。その鶴の、その鶴がね、折り鶴と鶴がありましてね、折り鶴と鶴、はい、鶴が、折り鶴は折って折ったと、それから鶴がありまして、はい、その鶴もねみんな違うんですよ。でもだから最後の一針をこう収めた時は、っていう感じでしたかね。そう、もうね、嬉しくって自分だけのものにしたかったんですよ。ところが図書社の社長さんからこれもったいないと、ご本にしなさいよということで、そしてそれあと主人に相談しましたが、はい、やっぱりその方がいいよということで、そして祈りの千羽鶴が完成、1年かかってかかりましたかね、ですから合計約5年以上かかったと思います。でこれが出来上がったんですね。はい、まあ、自分だけのものにしたかったというおっしゃってましたけど、出来上がった後、一番最初に誰に見せたんですか。これは後半の頃、
あのこれが出来上がって後半の頃にはやっぱり主人と娘が、たちが息子たちが見て、ね、うん、でまあ喜んでくれてたような気がしますんですけども、うん、はい、じゃ気づかないぐらいだから夜までね家事だ仕事をした後、うん、作るわけですから、お仕事だって、うん、ゆったり1日過ごす仕事じゃないですよ、ね、病院の、はい、お仕事もそうですね、人の3倍ぐらい動かれてするっていう、だからもうご飯も支度をして食べてもらった後はもうヘトヘトじゃないかと思うんだけど、そこからっていうのはもう考えられない。いや、そうですよね、うん、気持ちがあってもなかなか体がついていかないっていうところあるんでしょうけど、別腹っていうのがありますね、レザーそれはよくわかります。あ、それはわかるんですね。別腹にちょっと近いでしょうかね。福島の方でね、3.11 のレザーするそうなんですね、うん、その時に千羽鶴を下げてほしいと、はい、でこの大きいのがあの大きすぎて、あ、そうか、それで、うん、これがついに出るのかと思いました、大きすぎてね、はい、それでね、やはり千羽鶴を作ってどうしてもあの下げ、あの送って差し上げようと思いましてね、うん、あの作りましたものが今所間にあるのが、え、新しく2つ目の福島に行く2つ目の千羽鶴なんです。あ、千羽鶴を収めるっていうのは非常に、まあ、考えなくちゃいけない、うん、で、まあ、考えましてね、で表と裏が、はい、250枚、250枚、裏も、はい、そしてもう1枚後ろに下げてありまして、合計裏表が4枚になってまして、それで1000ちゃんと1000話になってるんですか、はい、すごい、千羽鶴に作りましたんです。病院経営と作家活動を両立し忙しい日々を過ごす比企さん、お孫さんとの時間も大切にされているそうです。お孫さん、はい、はい、40 の、 あの子になります。あら、かわいらしい、はい、お名前は何ておっしゃるんですか。ココちゃん。ココちゃん、はい、ココです。何かこう作品を作ってあげたりなんてことはあるんですか。はい、あの一緒にね、あのお手伝いしてくれますので、ココちゃん、もうですから針刺しも大好きで、 こ、ね、こっちを選んできましたわ、ココちゃん、一緒に持ってきてくれた、うん、ココちゃんがね、あの針刺しなんかも、あの待ち針なんかもね、おばあちゃまのお手伝いしてくれるんですよ。あら、ココちゃんお手伝いできんの、ね、うん、ね、はいわね、お手伝いできるのよ、ね、緊張してる、うん、今回は過去に放送した結びのひとときから特別編をご紹介しました。次回もお楽しみに。比企病院に平成6年から併設された透析センター、これまでの27年間に1500人を超える患者様にご利用いただきました。宇都宮駅前比企クリニック。高齢者向けマンションの運営管理を通して介護をサポートし、明るく快適で安心した毎日をお届けします。地域の福祉をネットするシロアム。シルバーマンションリベカは24時間緊急通報システム、全室バリアフリーなど宇都宮中心街で充実した医療・介護サービスを提供いたします。この番組はご覧の提供でお送りしました。